まったくもう、突然京都で撮影だなんて先に言っておいてくれないと。ほんとありえないよね。ったく、バカプロデューサー。しかもお泊まりデートできるとは思ったのに損したな。腹立つ。せめて他の子もいるって先に言ってほしかったんだけど、まずムカつく。リカもなんだ。じゃあ3人ってこと？そうみたいね。一人は出し抜けるかしらって思っていたのに。なんだリカとパパだけなのかなって思っちゃった。ドキドキしちゃって損しちゃった。同じこと考えてたの？もしかして見えるの？きっとここにいる全員が同じことを思っていたのね。はあ、本当に罪の男ね。マジですっごい気が抜けた。あれ？あれ？二人とも元気がなくなっちゃった？リカのせいかな？どうしよう。いや、リカのせいとかじゃなくって。リカ、パパと二人っきりも楽しいけど、大宮さんや加賀さんと一緒で嬉しいよ。だからこの京都旅行、みんなでいっぱい楽しもうね。眩しいわ。よし、まずは遅刻中のバカプロデューサーが来るまで鬼伝してやろうっと。鬼伝！リカもする？